レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。もうインスタなどでは言ってるんですけども、私あの例の流行り病にですね感染してしまいまして、現在自宅療養中であります。はい、まあ、もう1週間以上が経過していてですね、で一応自宅療養は10日って言われてるんで、まあ、もうそろそろ終わるわけなんですけれども、まあ、今日はですね、この、まあ、流行り病にかかって分かったこと、過去柴田の場合、はい、をですね、まあ、皆さんにこうちょっといろいろとお伝えしていきたいなと思っております。はい、まあ、あくまでもこれは僕のケースによるもんなんで、まあこのね流行り病はこう人によって全然その症状が違かったりするから、まあ、こんだけ流行ってたりするわけで、でこれだけ厄介だったりするわけなんで、まあ、あくまでも、まあ、僕のケースはこうだったよっていうのとか、まあ、あとはその病気になっていろいろ気づいたことみたいのを、お話ししていこうかなと思います。まずはですね、まあ、今回僕はこの病気になったことにより2件、お仕事をですね飛ばしてしまいました。まあそれだけではなく、お仕事ではないんですけども生放送に出演する予定とかあって、それも飛ばしてしまったので、僕をキャスティングしてくれた人とかですね、まあ、お仕事にこういろいろ関わってくれてる人にはですね非常に申し訳なく思っております。まあ、ただまあもう今この現状でこの病気になるかならないかっていうのは運みたいなものもあると思うんで、病気になること自体は悪ではないと思うんですよね。もちろんリスクを減らすことはできるとは思うんだけれども、なるべく会食、ね、大人数での会食をしないとか人がいるところに行かないっていうのは、まあ、一応そのできて、それをすればリスクは減るんだろうけれども、とはいえもう外で普通に生活しているだけである程度のこう抽選は受けてると思うんでね、病気になる。だからもうこの病気になること自体は、まあ、悪ではないのかなとは思いますね。ただ、今回いろいろご迷惑をですねおかけしてしまったことは事実なので、それについては申し訳ないと思っております。すいません。はい、でまずですね症状についてですね、症状は、僕はですね発症した日が、まあこの日が発症だなっていう日があるんですけども、その日にですね体のだるさがありましたね。だるさがあったのと、あとはおそらく熱が出ました。測ってないんですけれども、高熱が出たと思います。なんで分かったかっていうと、夜寝るときめちゃめちゃ寒気がしたから、すごいもう体中がもうブル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 って震えるぐらい、お布団の中に入っても震えるぐらいの寒気がしたんで、あれは多分熱だったんだと思います。で翌日発症して、翌日あこれ俺絶対もうなってるなと、思ったんで、まあすぐに PCR 検査を受けに行ったわけなんですけども、翌日熱を測ったら39度ぐらいだったかなっていう感じで、まあやっぱ高熱でしたね。はい、39度じゃないか、38度ぐらいかな、翌日は。まあ翌日は普通に熱っぽいっていう感じでしたね。はい、ただまあ多分発症した日はもしかしたら39度ぐらいあったかもしれないですね、っていう感じで、まあ、熱が出たよっていうのと、で、その熱が出た翌日に PCR 検査を受けに行って、で即日、その日のうちに結果が出て陽性となりました。そっからずっと自宅療養です。はい、他の症状ではですね、まあ、体のだるさもあったんですけども、あと味覚はなくなりましたね。正直結構味覚がなくなるのがねしんどくてね、発症して4日間ぐらいはあんまり味がしなかったですね。カレーとかもなんかねあんまり味がしなくてね、何食べても美味しくない感じで、しょっぱいものがあんまりしょっぱく感じない、すごいしょっぱい油そばみたいのを頼んでもあんまりしょっぱさが感じないっていうのと、あと辛さ、せめて辛いものとか、せめて歯ごたえがあるものと思ったんだけども、辛さも本当はもっと辛いはずなのに全然辛さが弱かったりとか、なんか全体的にこうなんて言うんだろうな、
感じる感度がね、あの落ちてたって気がするね。甘さも辛さもしょっぱさも全体的に感度がだいぶ落ちてて、100% 普段が 100% だとするならば 10% から 20% までもう 80%、90% ぐらい、10分の1ぐらいになるって感じですね、感覚が。っていう感じで、あの味がしなくなりました。まああとはまあちょっと痰が絡むというか、まあ今もちょっとあの喋るとね、咳が出ちゃうんですけど、まあ喋んなきゃ咳出ないんですけどね、なんかこう喋るとちょっとこう痰が絡むみたいな感じです。で、味覚の方はそうだね、3日か4日かだったら徐々に治ってきて、まあ今はもう1週間以上が経過してるんですけども、完全に味覚は治りました。はい、そんぐらいですかね。まああと、まあ実際熱とかは出たのは本当に2日間ぐらい、まあ発症した日とその次の日ぐらいで、その後はもう熱も落ち着いたし、あとはもう味覚がないぐらいで、そんな他の症状はなかったんで、そんなに辛さはなかったです。ただ思ったのが、まあこれかなりなんていうんだ、このしんどい人、症状がすごいよく出ちゃった人、熱が何日も下がらないとか、味覚が何ヶ月経っても治んないとか、そういう人もいるらしいんで、それはかなりしんどいんじゃないかなって思ったね。うん、いや俺は本当に軽めでよかった。ワクチンはね2回打ってね、3回目は打ってないんだけども、まあ、2回打ったせいなのかどうなのか分かんないんだけども、あの症状は割と軽めだったと思います。はい、そんな感じかな。はい、でね、まあ今回、まあ、この病気になって僕がね、まあ、いろいろ感じたことがあるんですけども、まずね、僕生活が全て出前館になったんですよ。出前館、はい、出前館で、まあ朝と昼の、まあ一食にしてるんだけど、朝と昼のご飯とあとは夕飯を出前館で全部頼んでるんですよ。なんですけれども、あのね、ジョイフル、これ田舎のファミレスでジョイフルっていうのがあって、まあ、光くんがハンバーグとかをプロデュースしてるあのジョイフルですよ。はい、ジョイフルっていうのがあるんですよね。そのジョイフルが高い。これ見てください、これ。はい、これジョイフルのメニューなんですけど、これね、今ね、ヒカルくんプロデュースの焼肉弁当やってんのよ。で、ヒカル考案冗談抜きでうまいメガ盛り牛焼肉弁当、2180円なんですよ。ジョイフルの焼肉弁当が出前館で2200円取るんだよ。高すぎだバカ野郎。誰が頼むかこんなの。ねえ、あのね、思った。ジョイフル調子乗りすぎ。ヒカルハンバーグで当ててから、ずっと今度唐揚げとか今度焼肉とかやってんだけど、もうヒカルにおんぶに抱っこというか、ヒカルに全振りなんだよ。でね、まあかなり売り上げが上がってるそうで、まあ調子こいてるんだろうな。もうヒカルに味を占めて調子こいてんのか、焼肉弁当の金額が高すぎるね。出前館ってわりかしどこもそんなに上乗せしてないの、金額を。なんだけどジョイフルだけ上乗せしすぎ。これね、まあ、ヒカルにね、もう直接言います。高すぎると。ファミレスが配達するお弁当に2200円はやりすぎだと。はい。まず思ったことが、気づいたことが、ジョイフルの焼肉弁当高すぎる。ジョイフル調子に乗りすぎ。もうヒカルメニューしかないからね。もはや今、出前館のあのメニューってもう光るしかないんですよ。光る考案冗談抜きでうまいおかんの骨付き唐揚げセットとか、光る考案冗談抜きでうまいグルメバーガーとか、もう全部ね、あ、光る考案冗談抜きでうまいおかんの唐揚げ弁当とか、光る考案冗談抜きでうまいハンバーグ&エビフライ弁当とか、全部だよ。メニューのすべてに光る考案ってついてるから。あ、
あ、ついてないのまた、あのうな丼弁当、うな丼弁当とかグランペッパーハンバーグ弁当、あ本当だ、あごめんなさい嘘です、あのついてないのありました。だけどもメニューの上に出てくるものはもう全部光る考案ってついてるから、これ調子乗りすぎっす、はいっていう感じですね。まあジョイフルがいつの間にかあの光るチェーンになってたという、あの光るレストランになってたっていうのがまず気づいたこと、はい。そしてもう一つこの病気になって気づいたことがあります。それはブレイキングバッドが面白すぎる、はい。海外ドラマブレイキングバッドをまあ、この休みを使ってですね全話見たんですよ。あのね面白すぎる、これストーリーがね、高校の科学の教師で50歳の、まあ、中年のおじさんがいるんだけども、この高校教師が、まあ、主人公なんだけどね、ある日突然肺がんであることを医師から宣告されて、余命があなたはあと2年しかありませんって、宣告されるんだよ。でその教師はまあすげえ落ち込むんだけども、お金が自分はないと。でダブルワークして、夜は、洗車場、カーウォッシュの洗車場で働いて、で昼間は高校教師をやってる、ダブルワークで稼いでるんだけども、まあ、とにかくダブルワークするぐらいだからお金がとにかくない、貯金がないっていうことで、自分の、妻とあとは息子に、まあ、お金を残したい、お金を残したくなってですね、麻薬、自分の科学の知識を使って麻薬を作るようになると。で実は麻薬って、覚醒剤って風邪薬から、風邪薬とかにもその、なんて言うんだろう、その 物質が入ってて、覚醒剤を作る物質っていうのは風邪薬とか実はちょっとだけ入ってて、でそこから頑張れば抽出できるんだけども、その、主人公の科学の教師はものすごい科学の知識があるから、すごいこう純度の高い覚醒剤をこう作り出すんだよね。で、それを売って、お小遣いを稼ごうとするんだけれども、その作り出した覚醒剤が純度が高すぎるがゆえに、街で覚醒剤を、まあ、こうの販売を取り仕切ってる、まあ、なんかヤクザとか、マフィアみたいなのに目をつけられて、どんどん闇の世界に足を踏み入れていく、足を踏み外していくっていう、そういうねドラマなんだけどね、めっちゃ面白い。これしかもね、何が面白いかっていうのがね、こうなんて言うんだろう、こう言い表しにくいんだけど、まあ、とにかく、まあ、ストーリーも面白いし、あとはストーリーもそうなんだけど、キャラクターもそうだし、あとは続きもんなんだけど、1話1話に見せ場があって、その1話1話の見せ方がすごい上手だったりとか、ドラマの作り方がすごい、綿密に計算されてて、なんかね1話だけ見てもちゃんとこう盛り上がるところが盛り上がって面白いんだよね。でこのドラマのここが面白いよっていうのをすごいね口で説明するのがなかなか難しいんだけど、見ればね面白いことがもうねすぐ分かるっていう感じなんでね、これおすすめなんですよ。でねこれが面白くてね、いや特にねこう海外ドラマってね、最初の方だけ面白くて、シーズン2、シーズン3、シーズン4で回が進むごとに、連れてさこうなんて言うんだろう、役者の都合とかさ、契約の都合でさ、いきなり役者が死んじゃったりだとかさ、こういきなり変な展開になったり盛り下がったりみたいなことあると思うんだけども、もうこれはブレイキングバッドはシーズン5、まあアマプラで見るとシーズン6ってなってるんだけど、シーズン5までなんだよね。でシーズン5で終わるんだけども、すげえちゃんとまとまって終わるんだ。だから変に引き伸ばしたりしないし、本当に、最初からここで終わるつもりだったんだろうなって計算され尽くしてて、尺にも無駄がないし、無駄な回っていうのが存在しないしっていう感じでですね、はい、盛り下がることもなく、逆にこう見進めていくうちにどんどん熱量が上がってって、で、まあ、シーズン4までだね、シーズン4まででこう盛り上がった山、
いやどん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 こう熱がさどんどん上がっていって盛り上がっていって山をこうな登っていく感じで、でシーズン5はそうしてどうなったかみたいな、最後どうなったか起承転結っていうケツが、まあシーズン5最後のシーズンで、まあそれもまた良くてね、よかったな、めちゃめちゃ面白かったですね。はい、今はあのスピンオフのねコールベターソウルっていうのをね見始めたんだけどね、それもなんかね結構面白くてね、いやあの今回この病気になって一番僕が得たものはですね、まあ、このドラマを最後まで見れたことですかね。めちゃめちゃ面白い、超面白かったです。はい、あとは何だろう、あと今回病気になって気づいたこと、気づいたことはあとは特にないかな。なんかあれですね、朝倉未来、メイウェザーが、まあ、近くなってきて、まあ、朝倉未来界隈が、まあ、いろいろ盛り上がっておりますが、気持ち悪いね。十人二鬼とか、あとは、コメオくんっていうのかなっていう、格闘家でも何でもなくて、ブレイキングバットじゃなくて、ブレイキングダウンの方ね。ブレイキングダウンの方で、ちょっと目立った素人さんが、調子に乗って、いろんな YouTuber とコラボし始めたりしてるのが、もうマジでそのブレイキングダウン関係の人がちょろっとでも出てたらもうその動画は絶対見ないから俺。気持ち悪いな、またここにも出てた、うわこの格闘家と絡み始めたみたいなね、あってね、もうあの界隈の動きがこうちょろっと視界に入るとき気持ち悪くてさ見れないんだけど、あの界隈がちょっとねチラ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 いろんなところに現れ始めてですね、で格闘家もさ絡まなきゃいいのにさ、あんなもんにさ、あそこら辺に自分から飛びついてさコラボしに行くでしょっていうのがなんか悲しいですねっていう感じで、朝倉未来界隈がなんか最近気持ち悪いなって思ったりな。あ言っときます、朝倉未来メイウェザーにまあ100% 負けると思いますが、もし朝倉未来がメイウェザーに勝つようなことがあったら、もしくはダウンを奪うようなことがあったら僕引退します、 YouTube。 はい、俺 YouTube のチャンネル解体します。絶対勝てないです、絶対勝てない上に、っていうか絶対勝てないのは本人も分かってるのに、なんかこうね、もはや動画の企画ですよね、パッキャオと練習してみたいみたいなね、動画の企画として絶対勝てないやつにこう挑戦するみたいな、ああいう企画がそもそもね気持ち悪くてね見てらんないっていうのってね、あとはね、雷神の看板選手なのにその格闘技の試合にベットできる、海外のカジノサイトが運営してる、要はね非公式のギャンブルサイトがあるじゃないですか、案件をやったりね、なんかそこら辺も含めてなんかすごい仕事が、お前金が入れば何でもいいのかよっていうところがね、もう最近嫌いですね僕あれ、うん、っていう感じです。はい、でまあそうだね、病気になって最近思ったのはブレイキングダウン関係のやつらがチラ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 いろんなところでし始めてきてうぜえなって思ったのと、そんぐらいですかね。はい、あとはまあ特にないです、家暇だなって感じです、家暇、暇だな、外遊び行きてえな、パチンコ打ちてえな、ポーカーしてえな、お家は暇っすね。はい、もうちょっとだけ家の外に出るにはですねもうちょっとだけ時間かかるんで、もう少しおとなしくしてですね、はい、復帰後お仕事頑張りたいと思います。はい、そんな感じで僕はもう今は完全に症状が消えてですね元気でやっております。はい、こんな感じで柴田が今回の流行り病にかかって、まあ、いろいろ感じたことを今日はお話しさせていただきました。はい、柴田でした、バイバイ。明日を切らずにいられない。